もうじゃあただのトラウマですね。そうそう、はい、たまたま付き合った話がちょっと悪かったです。あ、そういう感じですね。いい男は他にはいますよ、はい、そうですよ、ね、男が悪いからって男みんなが悪いそうじゃないですね。そうや、そうや、飲み込みが早い。公認会計士デジション深めです。はい、同じくレギュラーの公認会計士デジション小山です。そしてはい、カブトムシゆかりです。お願いします。お願いします。お願いします。2人で撮ったんですけど、はい、緊張しすぎて。いや、そうですよね。そんななんかもう恐縮です。初めてアップされた動画もなんかもうタイトルがもう持ち上げられすぎてて、自分で告知するのがためらうくらい。何のことか。いやいやいや、もう聞かないのじゃないですか。いやいやいや、もう本当すいませんってなっちゃって。もともとすごいブレイクされてるお笑い芸人さん出てるじゃないですか。ああ、すごいテストしちゃって、はい、ちゃんと出るしね。はい、ちゃんと出るしね。エマコールギー、コールギー何します。いや、何ですかね。あれですね、タランデス大津役はだった。うわー、いい感じ、いい感じ。タランデス全然どんなんかイメージわかんないですけど、タランデス、タランデス大津役はだった。大津役、あの黒い、うん、艶のある、あ、なんかそれも顔の色ですしかも舌もタランしね、ちょうどですね。タランデス黒光り、タランデス黒光りの四角っぽに黒光りは黒光りいいっすね、いいっすね。いや、やっぱいいっすね。でも、どうしたんでね、僕は殺すです。奇跡一。今日何個奇跡が集まるか僕は楽しみにしてます。お笑い担当なんで。いいですね。じゃあ恒例のあれですか。お悩み相談です。お悩みですか。どうですか。でもなんかまずはもうお悩みないっていう噂なんですけど、逆に興味がある感じですか。お悩みそうですね。興味はあります。じゃあゆうくんいいですか。ちょっと今日のテーマ。今日のちゃんのが聞きたいって興味くすぐるような、はい、ちょっとやっぱワードを出してもらって。はい。で、それあって一番テンション上がったやつを僕ら食いつきましょう。なるほど、はい、じゃあどうしましょうかね。今何に興味がおありですか。あ、そっか、もう一般生活の話ですよね今もう。そうですね、はい、そうですね。最近興味あることは、まあ、あんまりもともと物欲がないので、はい、お金を使うことがなくって、はい、そんなになんかお金を使わないんだったら投資をしなよってすごい言われるんですよ。あ、投資、はい、まあ、投資が興味はね、なるほど。投資といえば小山ですね。あ、完全小山です、ね、楽しみ子は岡本橋本先生奇跡は深み、奇跡は深み奇跡は深み。何なんですかねこれ。まあ奇跡ですね、はいはい、いろんな意味でね、いろんな意味で、はい、黒光り、無資格、下タランデス、はい、タランデス、はい、そうだね、無資格のとこ引っかかるんですよね、はい、無資格のとこが自称公認会計士だね。自称ね、自称公認会計士だって思ってますよって思ってる。バッチもついてないですもんね。ちょっと次からつけていきます。これでコメント欄で無資格ですか。いや、これですね、本当に合格しました。一緒に受験しました。これ投資ね、僕ちゃん、カブちゃんテイストな投資ちょっと今日探しましょうか。はい、投資ってどういうもんかってまず分かってます。分かってないです。投資、あ、じゃあいいっすね、いい角度から来ますね。なんか寝てたらお金入るみたいな。そうそう、素晴らしい。投資っていわゆるその不労所得、その不労っていうのが働かなくて入ってくる所得、うん、本業があって、まあ、夜な夜なじゃあちょっとコンビニのバイトしようか、うん、これ副業になっちゃうんで、はい、投資ではないです、不労ではないですよね。で、投資って基本的にはお金に働いてもらうことを投資っていうんですけど、はい、お金とか物とかですね、実はね4つあるんですよ、種類が。はい、であとはその中で自分がどれに合ってるのかっていうのをちょっと選ぶのがいいのかなと、はい、まとめます。預金、保険、不動産、証券、こんな感じであってですね、はい、あとはまあ自分にどれが合うのかなっていうのをちょっと探すんですけど、はい、最近で言うとでも5個目とか、はい、新しいのが出てきてて、仮想通貨とか多分好きだと思うんですよ、はい、じゃあ、はい、だそういうのもちょっとできたりして、うん、まあ、一般的にはこれがいわゆるお金とか物に働いてもらう、はい、自分の労力を差し出さない、その中で一番知識が欲しくても入りやすいものって、はい、それで言うともう確実にあって、もう預金はまあそうですよね、はい、あの預けてたらつくじゃないですか、うん、あと保険と証券は比較的やりやすいと思います、はい、で保険っていうといわゆる保証機能がついたような、まあ、商品なんですけど、まあ、死亡保険とか聞いたことあると思う、はい、まあ、それが実は満期になると倍返しじゃないですけどちょっとおまけついて返ってくるよ、はい、これ基本的にはもうペーパーを持って証券会社が運用してくれるんで、保険会社、まあ、ここら辺の2つはいいんじゃないかな、うん、で証券が
FX 場合あったじゃないですか、はい、あれはどっちかっていうと預けてる系なんで楽なんですけど、もうちょっと分かりやすいのは投資信託とかはもうちょっといいかもしれないです、はい、あのミックスごちゃ混ぜの商品を、まあ、あの証券にして、まあ、それがちょっとリターンで返ってくるっていうのは、はい、これおすすめ。銀行に勧められるのが投資信託ですか？あ、ありますあります、はい、なんか銀行に行ったら勧められたの、はい、最近銀行さんもこのマイナス金利時代でちょっとあの稼ぎ一応探してまして、うん、で保険とか証券を勧め出したっていうのがここ数年なんですよね、はい、これどこまで話すかなんですけど、ね、それを買うべきなのかっていうのもあるんですけど、そうですね、今それ4つ聞いてどれが一番興味あるか、あ、でももう証券は嫌だなって思っちゃって、あ、なるほど、まあ確かにちょっと前回ちょっと証券でね、はい、痛い目にはあったと思うんですけど、まあ、確かにあダメな証券も確かにあるんですよ、うん、ただ、うん、まあ、結局リスクとリターンで見るんですけど、はい、ハイリターン求めるとリスクがつきまとうんで、はい、どっちかというと多分前回ねちょっと失敗してしまったのはちょっと リターンを求めてるんで、比較的リスクは伴ってたんで、はい、まあ、結果論そりゃそうだよなって思ってで、安定的なリターンで中小レベルのリスクっていう商品も当然投資信託にはあるんで、はい、まあ、そういった意味では別に投資信託が悪いってイメージは持たなくても大丈夫かな。もうじゃあただのトラウマですね。そうそうそう、はい、たまたま付き合った話がちょっと悪かったです、まあ、そういう感じですね。いい男は他にもいますよ、はい、そうですよ、ね、男が悪いからって男みんなが悪いそうやそうやそうや、ね、飲み込みが早い飲み込みが早いちょっと飲まったいいですね、はい、あ、 ありがとうございますなんてこれなんていうカラーですか、なんていうカラー、淡いカラーみたいな、マッシュルカラーと、いいですね、ありがとうございます。癒し効果がすごいですね。紫はそうですね、いい感じです。紫はおばあちゃんの色って言われてますか、安心するんですね。なるほど、あ、そうなんですね、すごいでもベージュで、はい、ちょっとやっぱ港区っぽい感じいいっすね、もう徹底的に戦うぞ絶対認めない、ちょっと港区感をね私はね、昆虫捕まえたり、トカゲ捕まえたりもうめっちゃもう自然子なんで、あ、港区ね、やっぱそんなハイスペックな街にはちょっと僕はもう入れないです、うん、ね、ちょっと見て、うん、この外見見て、背景して思います、あ、思わないですよ、ね、何に思います、ちょっと虫たとえじゃなくて職業たとえ、職業たとえ、あった時ですよね、はい、音楽関係の、はい、その社長みたいな、社長それやろうね、歌ったりとかじゃなくて、もともとやってて、最近もうあのこっちに回りましたみたいな、成功せずねビジネスモーニーになってるみたいな、音楽関係、そうですね、ありがとうございます、音楽関係で、はい、場所にもよりますけどね、まあ、そうですね、シュータブでお会いしたら多分ちょっと IT 系のなんでヘラヘラしてるなんでヘラヘラしてる、カメラ止めますよなんでヘラヘラしてるの、 IT 系のカタカナ IT 系、まあ IT もね、はい、ちょっとかじってるんで、じゃあ分かりました、音楽関係か、はい、IT 関係、うん、分かりました、じゃあ奇跡、あれですね、あの浦和、浦和レッズ、えどうですか、浦和レッズってどうですか、マジでサッカーっぽいですね、え、どうサッカー選手っぽい、ぽくないですか、あ、確かにちょっと牧野さん、そうそうです、髪型が、髪型っすか、髪型っすか、あと黒いだけでしょ、黒くないです、黒ですよね、はい、いや黒ですね、焼いてないですよ、焼けてるんですよね、あ、焼けてる、そこ重要なところですね、そうそう、自然に焼けちゃったって、自然に焼けてるタイプです、はい、サーフィンするんですよ、あ、そうなんですよ、波、お、どこの波ですか、今で言うと千葉、あ、千葉、はい、九条一緒に行くんですけど、多分僕は乗れないです、あ、そうなんですね、もう結構遠いとこまで行って千葉、いやいやいや、船橋とか行ってきた、その遠さ海の遠さって、そうですね、あ、海の遠さ、ありがとう、そういうことですね、はい、もうぐっさーっても行くんですよ、前海外、どこでしたっけ、ロサンゼルス行ったんですよ、屈強な海外の人かき分けてそうなってないですけど、そうそうそう、僕はちょっと沖の方で沖で、はい、ちょっとお城作ってたんですけど一緒にやってたじゃないですか、ロスでいろいろショーをしてたんですよ、もうほんまに2人で行ったんですけど、はい、まあリフティング対決とか、リフティング、あ、バレーボール2人でやったりとか楽しそうですね、10ね、数えて、はい、とかやって、僕2連敗したんですよ、はい、レフティングでも負けました、うん、バレーボールでも負けました、で、唯一勝てるの何やってた時にあのサーフィンやったんで、サーフィンで勝負やってなって、で、サーフィン一緒にしたんですよ、オチはえオチっすよね、だって今ね、丁寧に喋ってます経緯をちょっと尺使わせてもらいました、なんでロス一緒にやったかなっていう経緯をね、はい、あ、お話しようと思って、まあ、でもなんかそれでね、はい、そのノリでロスに
に行くっていうのがすごい勢いがあるじゃないですか。いや本当のフォローがすごい優しい行動力とお前が変な変な説明教室が僕だったらないともあるし無駄遣いで終わりますよライトもね、なかなか照らされるんですよ、ね、はい、黒光りテカリ入り表ただですね牛角自称公認そうっすね、だんだん終わります、長くなってきますね羨ましいですね、その謳歌されてる人生を楽しいですよね、楽しいです楽しいです、もうちょっと仲間に加わってもらえたら、本当にはい、飛行機乗れないんですけど、近場でよかったら、じゃあいつも移動でもあえて電車にしちゃうんですか。あ、飛行機は乗るんですけど、あの初めて行った海外が23時間飛行機で、それからもうトラウマがちなんですよ。聞いたらどうですか。トラウマになるとダメなんです。なんか撮影かなんかで中南米にコスタリカっていうところに行ったんですけど、でももう飛行機がダメで。何個ですか。いやもう本当死ぬから死ぬからそれもそうですね、生きてる生きてるいつか死ぬじゃないですか。だってやっぱり乗ってたらあんなもん、まあ、海の上をずっと。あ、でもそう考えちゃうんですね。ちょっと待って、バミューダ海域とか通ったらどうするんだろうね。バミューダ海域は何がリスクなんですか。海賊がいるんですか。落ちるかもしれない。落ちる。ああ、なるほど。でも事故、タクシーで事故るより確率低いって言いますよね。確かに。いやでも引けちゃいますって、そのくらい。すごい。あ、確かにね。引けちゃいますよ。そんな引いちゃいますよ。確かに。引き強そうっすね。めちゃめちゃ振り付いてそうっすね。はい、引いちゃうんで。じゃあ投資の話はもういっか。投資そうですよね。投資そうです。おすすめ。おすすめね、確かにね。何の投資で一番利益を得ましたか、お二人は。うわ、いい質問ですね。僕それで言うと FX ですかね。僕は大体主要通貨行くんですけど、はい、まあ、どこまで話せるかなんですけど、勉強して再現性がある自分でできる投資と、はい、いわゆるお金を投げてやってもらう投資、はい、さっき言った証券とか、はい、あと僕今前者なんですよ、はい、自分で勉強してチャートも読めるようになって、うん、やったのが株と FX ですね。ああ、最初でそこは、まあ、ある程度は分かるようになりました。であと一部はやっぱ積み立ててますね。積み立ての証券やってますし、はい、めっちゃマイナス食らったのが逆にあります。ああ、仮想通貨です。あいろいろと大変な時期で、僕仕事柄儲かった人を申告するじゃないですか、はい、仮想通貨でこれは勉強しなきゃいけない、はい、モットーなんですよ、うん、人様の数字だけ見ていやいや好きじゃない、はい、自分もやってみると、うん、やった時はみんながグワーって儲かった時に僕参入し始めてプレイヤーとしてはですよ、はい、そしたらグワーって下がったんですよ、うん、で10分の1ぐらいですね今。あ、そんなアベレージが。でも今まだ置いてある、置いてます。余剰資金でやるっていうのが実は投資の、はい、鉄則なんで、余剰資金でやってるんで回ってます。はい、可愛い子、可愛い子にしてます、はい、いつかどうなるか分からない、はい、っていう意味では僕はそうですね、 FX 株と、あとまあそういう商品、うん、で仮想通貨がマイナスです今はね。僕も仮想通貨マイナスですけどね。なるほど、はい、僕も仮想通貨の勉強のために始めたんで、お客さんとか多いんで、はい、やってます。仮想通貨やってないです。なんか合いそうですけどね。でもなんか結構すごくズボラっていうか放置してしまうところがあるので、ちょこちょこ確認ができないっていう、あのその携帯を見るタイプではないので、そこがあれですね、あんまり向いてなかったかなって。どうなんですかね、仮想通貨ある意味もうある意味それぐらい見に行く方がいい場合もしますけどね、うん、全く同じだと思いました。振り回されないですね、はい、へえ。あれっていうのはいわゆるガチホっていうんですけど、はい、もう放置するぐらいのメンタリティの人が一番勝てたりガチホっていうんですか、ね、絶対離さない相場がいくらシュリンクしても絶対離さないっていう人が意外に変わっていく。あ、ちょっとじゃあかね、一回切っときます、はい、でカブちゃんもね、やっぱちょっと疲労がね、そうですね、やっぱちょっと大事な顔ちょっとデカってきた。デカってないですか、カブちゃん。僕の方が大事な黒を見たり、入りを持って入りを持って失格、失笑、かさす、たらんです、たらんです。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。さあ皆さん、KTV を最後まで見ていただきましてありがとうございます。そしてチャンネル登録、 LINE アット登録、高評価ボタン、 YouTube へのコメント、よろしくお願いします。また見てね。